皆さん、こんにちは、水原です。アンデラです。よろしくお願いします。人間、どんな過酷な状況においても、自分のポテンシャルを発揮するっていうことは大事やと思う。確かにな。そして自分がどの状況が一番苦手かを把握しておいてですね、その状況に陥らないようにするっていうのは、とても大事だと思います。今日は人間というか我々がどの環境が一番苦手かと、ポテンシャルを発揮できないか、調べてみないといかんかなと思ってみたんです。どういう風に調べるかなんですけども、ここにガンス見てごらん。これ何やろ。100マス計算。そう、これはもう明らかにスピード、自分のこの頭の回転のスピードを測るもんじゃないですか。これをあらゆる環境でやってみてですね、どれが一番時間かかるか、そして正答率が低いか、それを把握することによって自分が苦手な環境って分かると思うんですよ。それをやろうと。早速やっていきましょう。はい、まずですよ、この100マス計算なんですけども、まあこんな小学生がやるんですから、小学生高学年ぐらいで、大体1分半とかが目安みたいな、早いというか、できたねって言われるタイムらしいですよ。それがどんだけタイムと結果が悪くなるかっていうのを測っていきたい。で、まずノーマルで測っていきましょう。自分の本来のポテンシャルを測って、それがどんだけずれていくかっていうね、そういうのを測っていきましょう。じゃあ、お互いタイム測りましょう。これは、レディーゴー。はい、はい、僕が1分20秒。1分53秒。なるほど、あとは正答率やね。はい、ということで採点もできて、僕はね、1分20秒の満点でございます。99点ですね。これパーセント分かりやすくていいな、99%。これを基準に他の環境をやっていきましょう。よっしゃ、ガンズ君、まずはな、暑さや。こんな格好してるどういうことかっていうと、ガンズ君入ってきてくれ。ここに熱湯、まあ熱湯ってもやっぱ限度があるから、45度の硫黄炊いてあるから。暑いやろ。45度は、45は暑いよ。こう45度に設定しちゃうからな、この温度。こう45度に使った場合どうか。やばいな。まあでも早く終われば早く終われるから、よし、いくぞ。おー、俺でも結構暑いの強いかもしれんぞ。あ、マジで。俺普段から半身浴で汗を出すからさ、43度ぐらいに入ってないと熱っ。おーし、ドバッと入っちゃうわ。よし、あ、でもまあでもまあでも、おーし、あー、セントに応用さえるんだ。おるおる。あー、おーし、よーし、行くぞ。よし、おーし、熱いな。はい、よーい、よし、かい、スタート。シュールないぞらやで。誰より森が一番する感じで。何してんねやろと思って、これが永遠にネット上に残るかと思うと、もう恐ろしい。おい、はい、1分11秒。もう早っ。マジで早なってます。俺やっぱ強いなって。もう汗出てるぞ。あれ、あのな、ほんまにな、疑問持ったら終わる。マジで何してんやろ。俺何してんやろと思ったらもう終わるで。よし、次にゃ。よし、熱いな。割と熱いな。びっくりするやろ。おお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 だー、波立つな、波立つな、波立ったら終わる。あっ、じゃあ、出てて、よし、熱っ。よし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 、じゃあ、いくぞ、100マス計算。よし、レディーゴー。なんでこの人ここでこんなんやってんの。そのエゴシすごいやろ。なんか罰受けてるな、これ。こういう懲役やったら犯罪者減るで。意味わからん。止まっとる、止まっとる。だから体が温まってくると考える力なくなる。そうやね、止まんねんて。なにこれ。おー、でも1分28秒。あー、いい感じ。おい、お風呂ってあれやな、やっぱリラックス効果がすごいんだし。
よし、じゃあ次がハンセ君、冷たさや。お、冷たさっていうのはやっぱりきついから、うん、ほらこれが一番やばいんじゃないかと。でもこれ見ろよ、冷たいっていうのはな、冴えるらしいから。おお、これは頑張った、速度あるんじゃないか。言うとるねー、うわー、パキパキ言うとる、そいつやべえんやって。そいつ残るからさ。はいはい、こういったのも美味しいお酒で浮かびたかったよな。湯船に浮かべられて汚いおっさん二人に入られると思ってないのか。なんでこう、こいつがパキパキ言わなくなったってことは冷えたってこと。そうやな。これはやばいぞ。よし、冷たさに挑戦や。これあかんって。氷はな、やばいで、命に関わるって。早終わらそう。うわぁ、これは厳しいな。おい君、ほんまに気をつけろよ。ほんまにな、止まろうぞ。あはここよ、ここ。そう、わかるわかる。股間からその上半身に行くとこな、やばいで、そこが。おぉ、よしよし、行くぞ。よし、来い。よい、スタート。自分の感覚だと今なんかすごい遅いぞ。よし、1分21秒。あー、やっぱりちょっとちょっとなんかな。やっぱちょっと止まる。うん、お湯の方がな、いける。うん、あーあー、まだいるかな。ゴツンゴツン言うてるから。じゃあ、ランゼ君、はい、あの、ほんまにあの、心臓の支えしっかりして。でも、君、冷たいのはいけんじゃないのか。あー、まあ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 、水風呂入るからな。おお、あー、あー、うるさ。いや、鉄腕ヒーでも入れてんのか。よし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 、おー、冷てー。よし、行くぞ。よしよしよし、レディーゴー。よし、あー、あー、冷てぇ。明らかに遅いな。あ、はい、はい、はい、1分40秒。おー、ちょっとかかったな。やっぱお湯より遅いな。せやな。よし、ランゼ君、次の検証や。よし、次の環境は、うん、これや。おー、これをつけて、はいはい、どれぐらいで溶けるか、うん、をやっていこう。あれれ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 れ、あ、ま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 、あ、虫歯あるかもしれない。あれ、虫歯あるかもしれない。めっちゃ痛いわ。こっちめっちゃ痛いわ。あ、虫歯あるかもしれない。いや、マジでマジでマジで虫歯あるかもしれない。これやばいぞ。やばい、マジで虫歯あるかもしれない。これやばいわ。これ虫歯あるわ、絶対これ。おーい、よし、じゃあ完成か。次は痛みの挑戦や。タップ塗るかもしれない。はい、やばいぞ。やばいぞ、マジでマジでやばいぞ。おー、これは過酷やな。よし、完成くん、いくぞ。レディーゴー。口ハハハハハハ、ビクビク動いてるけど。いいない、いいない、いいないんで。ああ、ここここが出てあったら、ああ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 、取れた。ええ終わり。
でも関瀬くん、1分43秒あーでもノーマルより早いんや。そうやな。いやでもそう、まず慣れっていうのもあって面白いのほどが。おい、痛い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 、すげえ痛い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 、分からんけどさ、めっちゃ痛い場所痛い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 、やめろお前。おお、剥がれてない。おお、痛い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 、秒数的にはそんなに大きくは変わらんねんな。いやでもな、解いてる感覚やばいぞ。それ飛ぶやろ、かっこいいじゃないぞ。でもな、あの惰性で解いてる、考えてない。だからこう正答率悪いかもしれん。最後は川瀬くん、やはり人間こういう時にやっぱ一番困るのが、捕虜になった時とかが困ると思う。ほう、いや捕虜になった時にポテンシャル発揮できないと困る。確かにな。だから最後は恐怖、恐怖解いてる時に、お互い、いつビンタ飛んでくるか分からん。めっちゃ嫌やん。めっちゃ嫌やん。で、やるよ。じゃあ、かんずくん、ビンタするかもじゃなくて、さっき言っとくぞ。ビンタするか。すんのな。ビンタする。めっちゃ嫌やん。何発来るかも分からへんし、いつ来るかも分からへんから。めっちゃ嫌。いくぞ。よし。めっちゃ嫌やな。めっちゃ嫌やな。よーし。レディー、ゴー。嫌や、嫌や。やるなら、やれ。いたあ、やで、ああ、いた、ああ、いた、ああ、いた、飛ぶねんて。今何を言ってんのか分からんのな。ずれたかな。痛い。あのさ、面白いな。ビンタしたら絶対止まんない。分からんとなんねって。ずっとあれって言う。でも中村くん、1分36秒早なっとる。あの、あれやろ、多分恐怖のあまり早く終わらしたんやろ。これカジバのバカ力ってやつかもしれない。可能性はあるな。よし、おりゃ、あー、これの怖いところはな、自分に跳ね返ってくることや。よーい、スタート。よし。あー、なるほど、なるほど、視界に入るな、意外に。ムカつく、後で覚えとけよ。優しいな。ムカつく。あかんか、避けたか、避けてまうわ。いって、いって、ムカつく、ムカつくな、おい。おー、今ちょっとわからんくなった。よし、あー、でも俺あんまスピード変わらんな。1分25秒あーあのな、ムカつく。そうやろ、めっちゃムカつく。めっちゃ集中してんのにさ、
つほんま覚えとけよお前がなよし、じゃあ集計しよう。はい、よし、結果を見てみよう。はい、まずは熱湯や。はい、せーの、ドン。俺めっちゃ早くなってるんやけど、10秒ぐらい。君も早くなってるけど、うん、めっちゃ正答率落ちてるやん。そうやねんな。なんで、なんでやろうな。なんか2足してるわ、1出さなんかんとこであるか、リラックスしたのかもしれんな。じゃあ次、冷水。はい、せーの、ドン。はい、ここ僕1分21秒、ちょっと、まあでもまあほぼ変わらずといった感じ。うん、俺もちょっと遅いかな、1分40秒なんで。そうやな、まあ君はでもあれやんか、初っ端が遅いやん。そうやな、まあ、レースはそんなにこう影響を与えなかった、うん、あんだけ騒いでたの、うん、で次、あんだけ騒いでたの真っ最せーの、はい、俺だいぶ遅くなってるよ、並び遅いもん。確かにな、俺も1分43やから多分一番遅いかな。まあそうや、4つの中では遅い方かな、うん、あれはあかんでやっていいもんじゃない。気になってしゃあないもん。気になってしゃあない、笑けてくるマッサージ機はなかなかの難問。はい、次、ビンタ、せーの、ドン。これもちょっと遅かったな、やっぱりな。うん、一個間違いかな。そうやな、ナチュラルな、うん、で1分36秒。これはさ、君はもうほんまに急いでたから。そうやな怖くてだから俺は殴られることの恐怖ってあんまないもんやから、うん、君はの恐怖があったわけ。そりゃそうよ、恐怖はさ、人の力を高めるのかもしれない。確かにな。だから君あれやんか、今後あれやん、あのこう1ヶ月ずつ以内にあの働かへんかったら、俺ポセイドンが持ってるようなやつかなんか月に行くわトライデントやないか。そしたら働くやろ、頑張ってやべえってなって。地獄やで、もうそれはい、ということで、過酷な状況で課題に取り組めば、記録はどうなのとかってやってましたけども、普通の人は能力が落ち、怠惰な人間は能力がいやいや上がるんじゃないかということが分かりました、はい、ガンセック君にはもっと無知を与えようと思った人はご評価したので、ぜひよろしくお願いします。本日はこれで失礼します。ありがとうございました。